水産庁企画課長の星名です。水産業労働力確保緊急支援事業について説明いたします。この事業は新型コロナウイルス感染症の影響により技能実習生などが入国できない状況の中、事業の継続を図るための人材確保の取り組みを支援するものです。本事業は人手不足となった漁業・水産加工業の経営体を支援する人材確保支援事業と遠洋漁業の船員対策事業に分かれております。この度両事業の運用改善を図り、人材確保支援事業については補助率の拡充、対象経費に宿泊費を追加、支援期間の12月までの延長を行い、遠洋漁業の船員対策事業については対象経費に外国人船員を現地の港において配上する際の経費を追加しました。この改善内容も含めまして事業内容について説明いたします。人材確保支援事業は新型コロナウイルス感染症の影響により受け入れを予定していた外国人技能実習生などが入国できなかったことなどにより人手不足となった漁業・水産加工業の経営体が地域の作業経験者などを代わりに雇用した場合に、かかり増し賃金、保険料、宿泊費を支援する事業です。補助対象経費は、当初受け入れを予定していた外国人技能実習生などの代わりとして、地域の作業経験者などの国内人材を雇用するにあたり必要となったかかり増し賃金、障害保険料、人材を確保する際に必要となった宿泊費で、補助率は1時間あたり500円が上限の定額となります。要件は、当初受け入れを予定していた外国人技能実習生などが入国できなかったことにより人手不足となった経営体であること、受け入れを予定していた外国人技能実習生などの人数の範囲内であることで、受け入れる予定であったことを示す書類として技能実習計画書や雇用契約書などが必要となります。また助成対象期間は12月末日までに延長されております。続いて遠洋漁業の船員対策事業については、マルシップ制度を活用している遠洋漁業等においてドック等で休業する際、操業再開に向けて現在働いている外国人船員の方々を継続雇用すること、帰国した外国人船員の代わりに日本人船員を一時雇用すること、またこれに加えて新規の外国人船員を現地にて配上することを支援する事業です。補助対象経費は、外国人船員の継続雇用などにより発生したかかり増し経費、新たに外国人船員を現地の港において配上する際のかかり増し経費で、補助率は2分の1以内となります。ご不明な点やお問い合わせは、人材確保支援事業については、水産庁企画課、加工流通課に、遠洋漁業の船員対策事業については、水産庁国際課にご相談ください。また、事業実施主体は、人材確保支援事業については、全国水産物加工業協同組合連合会、遠洋漁業の船員対策事業については一般社団法人大日本水産会となっておりますので、そちらでも問い合わせが可能です。